皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。それでは早速本日の内容をお話していきます。本日は2本立てというところで、このヤクルト純正でですね、いろいろしていこうかなというふうに思います。まず動画の冒頭では、現在ですね、ログインが32日というところで、ログイン1ヶ月ですねというところで、今の現状報告と、その次にですね、選択契約書付き福袋を回していこうかなというふうに思っております。それでは早速やっていきましょう。はい、というところで、まずはですね、 S ランクの獲得状況を見ていただくといいんじゃないかなというふうに思うんですけど、一応ですね、田口さんが池山さん以外ですね、リセマラした池山さん以外は獲得しているという形なんですけど、シリーズ2強化されてるんでですね、とりあえずちょっとレベル上げだけかなという感じですかね。で、池山さんは、リセマラをして獲得したと。後の選手はなんかめちゃくちゃこのヤクルト人生ですね、 S30% とかゴールド契約書とかめちゃくちゃ S ランク来るんですよね。で、1ヶ月で、12名、多いのか少ないのかわからないですけど、意外と多いのかな。一応ですね、契約書とか、イベントは全て走っているという形なんですけど、実力はあんまり引けてないですね。1人だけと、1人引けただけ知らんのかなという感じなんですけど、現状こんな感じですね。で、ヤクルトの A ランクとか見せていくんですけど、ぼちぼち、まばらまばらですけど、集まっているかなという形ですかね。雄平選手とかは引退されましたけど、TS とか OBA 来るかなという感じなんですけどね。はい、あとは長谷川選手は個人的にはホークスファンでですね、応援してた選手なんで、ちょっと頑張ってほしいですね。はい、ちょっと今年はあんまり見なかったかなという感じなんですけどね。はい、というところで、選手量は何人かいたかな、A ランク。高梨選手がいますね。はい、あと西浦選手もですね、そんくらいですね、 A ランクの状況で、ちょっとあんまりですね、スタミナ2分の1の期間はですね、他のアカウントを優勢してたんで、あんまり走らなかったですね。まだ全然育てる選手がいないっていうのもありますし、まだちょっと違うかな。もう次のタイミングやとですね、めちゃくちゃいっぱい S ランク揃ってきていて、走らんかなという形なんですけどね、というふうには思っております。それでは現状報告はですね、これくらいにしてですね、今回福袋手出していこうかなというふうに思っております。はい、一応ですね、2546エナジーと、一番最初の TS のリセマラの時に250エナジーを使ったという形で、ぼちぼち集まってるのかなという感じなんですけど、もちろん始めたてっていうところありますしね。はい、ぼちぼち集めれてるかなっていう形です。はい、それではですね、早速なんですけど引いていこうかなというふうに思います。いきましょう。はい、狙いの話してなかったかな。一応選択契約書で引く選手はですね、最後に伏せて発表しようかなというふうには思うんですけど、いやマジか。今の自チーム確定だよな。そうですね、自チームで欲しい選手といえば、アーティスト村上選手とか山田選手もシリーズ2出てますよね。あとは田口選手はシリーズ2とか、シリーズ2の選手が当たってほしいですね。どっちかといえばこのヤクルト純正ではですね、はい、という形になっております。はい、こっちは当たらないと。ちょっとこの運を楽天純正で発揮してほしかったなっていう感じなんですけど、すいません、音出てなかったかもしれないですね。ちょっと今から出しました。はい、さあ藤波さん、上林さん、ここでは来ないと。ラストかな。はい、ではラストお願いしますって言ってもヤクルトなんですよね。さあ誰でしょう。石川さん、待てよ、石川さんはありかもしれない。うん、ありありあり、めちゃくちゃありだよ。ナイスですね。はい、では20連目引こうかなというふうに思います。というわけで20連目は何もないのかというと、これで、じゃんじゃん引いていこうかな。月は一応出ていたと。で、都合の後の、金文字か。さ、仕方ない。これ、当たらなそうですね。当たるとき、顔大きいらしいんですよね。自分もなんとなく分かるんですけどね。はい。さ、笑わないと。いやー、ちょっと止まってよ。そんな B ランクポンポン出られると思うっていう感じなんですけど、小野選手だよ。はい。おお、坂口さん、なんか選択契約書の福袋って自チーム確定とかあるんですかね。なんか自チーム出やすい気がするんだけど、そんなことない。あります。A ランク自チーム確定なんですね。なるほど、そういうことか。へえ、知らなかったな。では引いていきましょう。3回目かというところで、 S ランクシリーズ2確定ですね。ここはちょっと村上さん、山田さん、田口さんというところですかね。欲しいところは持ってる選手はいないか、シリーズ2なんで、誰が当たってます。そうですね、選択契約書で引く選手以外ならいいかなっていう感じなんですけどね。はい、さお願いします。当たらん。確定なんでですね。さあ、れ、新選手は確定だよな。シリーズ2だし、シリーズ2一人も持ってないし大丈夫ですよ。はい、ラストだけですね。さあお願いします。おお、田口さん、
っていうことは、あのシリーズ1のタケトさんはちょっといらなくなったな。まあまあミキサーかなんかに回しますかね。はい、じゃあちょっと40連目50連目はですねサクサク引こうかなというところで S ランク。いやーちょっとヤクルト純正引きいいな、ちょっと楽天純正と大違いなんやけどな。はい、絶好調、いいっすね。久々こんないい演出見るわ。まあそこまでスカウト聞いてないですけどね。はいはいはい、え、2枚引きあるか、これ足青なったら2枚引きなんじゃないですか。はい、全然違いましたね。さあパッと、いやでかくねえか、え、やばくねえか、ちょっともう楽天純正この引き押してくれよ。いやここ、じゃあ2枚引きか、え、マジか、バッター当たりましたもんね。いやいやいや、いい引きしてるわ。お、ここ。おお、金子選手はちょっとね、まあまあまあ、リアタイ的には使えないですけど、まあ A ランクいっぱいいたと思うんで、全然嬉しいっすわ。はい。ラストは山崎選手と。はい。いや、これはちょっと、神引きと言えるな。ちょっと楽天純正でこの引き押してほしかった。まあまあ、いくらやっても仕方ないんでですね。ではラスト、S ランク選択契約書付きという形でやっていこうかなと。はい。まあさすがにですね。まあ前のスカウトで。A ランクじゃなくて S ランク来たんで、はい、いいかなというふうには思うんですけど、はい、まあ上がってくれてもいいんですよ、上がらないと。今の、うん、顔でかかったっすよね、その前のやつ。わかりましたね。あ、ちょっと見たらわかりますね、意外と、はい、さ、 A ランク源田さん、 A ランクサンズさん、落ちてもいいんですけどね、雷。はい、源田さん、さあラスト A ランクでチーム田口さん、いいぞ。さあナイスですね。ではちょっと選択契約書いこうかなというふうには思います。ここからすぐに移動して引きましょう。まあ取る選手言ってたんでですね、分かる人は分かると思うんですけど、自分はこの選手を取ろうと思います。はい、清水選手のシリーズ1ですね。まあなぜシリーズ1なのかと、まあ、いうところなんですけど、これですね、球種見ていただくと分かる通りシンカーがツーシームになってるんですよね。個人的にはシンカーの方が強いのかなと。でも清水選手一応先発もできるんで先発も考えてるんですよね。というところではちょっとシンカーの方が強いのかなというところでですね、まあ特殊能力ですね、タイピンチは変わらないんで、まあシリーズ1を取ろうかなと。まあここはもう本当分かれるところかなと。意見がですね、シリーズ1の方が強いっていう方もいると思いますし、まあシリーズ2もシリーズ2で強いんですよね。なのでまあどっちも使えたらっていう形なんですけど、まあとりあえず自分はこっちのシリーズ1の清水選手を獲得しようかなというふうに思っております。では行きましょう。上級の選手で間違いありません。シリーズ1ですね。さあお願いします。おっと、もうお願いします言っちゃったよ。はい、それでは気を取り直して獲得していきましょう。はい、選択契約書ですね。まあちょっとスカウトが神引きやったんですよね。今回の選択契約書はもうそれ以上の収穫をしたと言っても過言ではないんで、本当にありがたかったですね。まあスカウト引いてよかったなというふうに思いますね。はい、ではラストですね、清水選手獲得して、はい、いやナイスナイス。まあまあ、自分ですね、とりあえずシリーズ1のうち、まあ、完全移行するまではミキサーしないでおこうかなというふうに思ってたんで、まあ、清水選手ですね、獲得できるチャンスで言われたら、まあ、選択契約書ぐらいやったのかな。あとはランダム契約書で取れるか取れないかっていう形やったんですね。清水選手、まあ、どうせならミキサー我慢してまた来シリーズ以降に貯めてですね、選択契約書を使うところで使った方がいいかなという感じでですね、はい、という形で清水選手獲得しました。はい、それでは本日はですね、ご視聴ありがとうございました。また明日以降もですね、純正関連の動画をですね、今後も上げていこうというふうに思うんで、ぜひ興味のある方はチャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。またですね、このヤクルト純正もどんどん強化していこうというふうに思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。それでは伊豆でした。